旧宝寺橋は、大阪府大阪市中央区にある東横堀川に、かかっている橋。当地にあったと言われている寺の名に由来する。ただし、1612年からの道頓堀川改作で、河内の旧宝寺村から、人々が移住したのに由来するという説もある。現在の橋は1965年に架け替えられた、もので、橋長41.5メートル。 福音12.6メートル、三景間、ゲルバー式鉄筋コンクリート桁橋となっている。1965年の阪神高速1号、環状線南行きの開通によって、頭上を高速道路の高架で覆われるようになり、南東多元で長堀入口への入り口を南へ、分岐する現在の形状に改修された。なお、旧法寺橋を含む南旧法寺町通りは東行き。 一方通行であるため、長堀入り口を利用するには必ず西詰めから、旧宝寺橋を渡り、右折することになる。旧宝寺橋から船場を西へ伸びる町通りは、南旧宝寺町1から4丁目である。千位とんや害になっている。旧宝寺橋から東へ伸びる町通りは、最初は、材木町、続いて内旧宝寺町4から3丁目、谷町5丁目で谷町筋。 公園坂2丁目、上町交差点で上、町筋を越えると、南馬旧石公園の南端になる。a b 民伸橋国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所2020年7月11日閲覧。ありがとうございます。